リゼロコラボクエストガーフィール星5キャラ入れて挑戦、はい、よいしょ。あれ兄様、兄様、なんでわざわざ星5を入れてクリアしなきゃいけないの？数々もう普通にクリアするだけじゃ誰も見てくれないのよ。そんなことないですよ。だからミッションやるのよ。なるほど。なるほど。はい、というわけでタッチアカデミーから来ていただきましたザ・タッチの二人です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ゲストゲスト、看板ですよ。結構やってるんですよ、うん、あ、はい、違う違う、はい、お二人のチャンネルですから。ありがとうございます。お二人のチャンネルなんで呼んでいただいて嬉しいですので誰か回してんねんあなた。なんでお前設定教えてくれ。ふわっと小声になってじゃあ、はい、もう何もない、もうやめた、もう何もない。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、ですよ。はい、はい、じゃ行きますよ。はい、さあ行く。シャッターシャッターシャッター、行きましょう。はい、来ました。はい、もう馴染んでんだよな、ちょっと馴染んできたな。これもうラムだけが、はい、星6ですね。はい、これね、ガーフィールがね、最も敵に回したくないキャラナンバーワン。なるほど。うん、僕ちょうど出てきたとこですね、アニメで。あ、そう、はい、大島、あの、ど真ん中にいてほしい、チャド。え、なんでチャドなんだよ。いや、チャド、いや、チャド強いって言ってたじゃないですか。なんで、なんでど真ん中を。もう強い。え、もうこれの、もう逆属性だよな。フラッシュ。あ、なるほど。いいね。これさえ、もう当たってればもう。じゃあ、タクヤが上に、斜め上に上げればいいんだよ。確かに。でもなんか、いっぱい動かしちゃいそう。これでいくわ。上げて、お、あ、下げちゃった。もう一回上げて。あー、でもじゃあ和也が、和也がシュ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 って上げて。ベアコだよ。いや、ベアトリックって、すごい。あ、チャド接待なんですね、このクエストは。いやね、あのこれやったんだけど、はい、もうラウンドフラッシュだけで。お、お、お、いいいい。お、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。抜けて欲しかったですけども。おい、お前がなんとかせい。で、誰？あ、いいね、真ん中行ったよ。もうちょい真ん中、もうちょい真ん中。で、次俺じゃないですか。あ、動いちゃう。島さんで寄せて動くなよ、エルフルーラ、うん、あ、いいじゃん、そこにハマって。え、ここでも抜けちゃいますよね。これ、要はこれやると、あの、神経衰弱の。あー、そう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 、リバンしちゃった。いてててそう、いい。そうか、神経衰弱もね、え、今は見ないの？ガーフィールドな、ラックどうなもんか。ガーフィールね。ガーフィール。俺でも全然。俺まだ全然。10ぐらい。そう、スコフィールドみたいに言わないですよ。いや、マイケル・スコフィールドみたいに。ガーフィールドっていう猫のキャラいますけど。いるね。え、というか、やばくないですか？ん？え、ラックいくつですか、今？今、10ぐらい。9。なんで？そんな始まったばっかで。僕、84ですけど。え？ガーフィール？はい。え、普通にやってたらそれぐらいいくじゃないですか。すごい、マウント、ガーフィールマウントだ。なんとかガーフィールマウントって言葉が存在する。え、ごめんなさい。言っとけばよかった、それなら。無理あるって、グループラインで。いや、そんな無理あるよ。間に合う、違う違う違う、誘えばよかった。悔しかったんか、ガチャワットが。そんな悔しかったか。ガチャワットを取り逃したやつに言われたくない。そんな悔しかった。なんで、いや、そういえば言う。なんでガーフィールやってんだろう。ガーフィールでマウント取んの、なんの。ガーフィールをやった理由も聞きたいの、なんでガーフィール。確かに。え、いやいやいや、無理あるよ。いや、ガーフィールは、いや、どうせやるし。間に合います、それ。いや、始まったばっかだから。いや、余裕で間に合うし。こういうことあんだ。いや、無理あるって。そんな、無理よ。言います、次からは。余裕で間に合うし、淡路その80いくつ以降やんない可能性あるし。確かに、お前運極逃す可能性あるし。いやいやいや、運極にしろよ。80いくつ。いや、ビスケット使ってやってんですから。ビスケットもったいないよ。なんでね。もったいないよ。もったいなくないんですよ、ビスケット。だから今回のコラボもちょっと控えの冒険戦混ぜてほしかった。いやいやいや、あれは本当に。なんだよ、苦手。いやいや、だから最初に中の人と会った人ちょっと気まずそうでしたもん、僕と。ごめんなさいっつって。そうねっていう。あの、もう言わないよ、そんな。知らないよ。これも全然なんか星5、6、ね、4、5を感じさせない。強いね。やっぱ今の強いですもんね。ベアコも超強いやつも強い。全然俺がいけないんだよな、真ん中に。でもまあまあまあ、でも悪くない位置にはいるよ、ずっと。まあ、これは真ん中にいよう。あくまでも真ん中。正直。はい。いいやー
頭の中がちゃったか。下も下だよ。下も下って、うん、あ、超アンチ減速カーいいですね。スピードアップしちゃうんだな。でもお行く。うわぁかっこいい。うわぁ強っ。こんな感じなのめっちゃ強いじゃないですか。めっちゃいいですね。これは絶対90にした方がいい。ほんとだね。ほんとっすね。やろう。いや、まずガーフィールお前まずまずガーフィール。ガーフィールマウント取ってるな。順番順番超笑ってる。あいつ絶対ペテルギウスならない。絶対なんない。常設やんないんだから。ガーフィール。でまずか。痛い痛い。ごめん。これ打っていいですか僕。うん、あ打って。二体っていうだけ。エルフーラ。はい。エルフーラ。エルフーラ。風のやつ。時間で。かわいい。かわいい。強っ。減速しないっすよ。エルフーラ見たかった。エルフーラ。から。エルフーラ。倒しちゃうから。エルフーラー見せてくれよ。お預けだ。本当だ、減速全然しなかったね。すいません、じゃあ僕が。しかも一段階魔人の一撃で飛ばさせていただきます。すいません。魔人の一撃。別の持ってくんなよ。鬼なんですよ。別の持ってくんなよ。あれ意外とでもレイリーの方が出たかも。攻撃速感。あーやべやべ。ありがとう。素人シュート。これでも見たいな。これで見えますね。ベアコのが見える。ベアちゃん見れるね。はい、トリス。あ、ちょっと、あ、やなあ。あたし打ちたいなや。倒しちゃうかもね。打ちたいのや、あたしも。これで倒しちゃうかしら。倒したんですよ。あたしも打ちたかったのかしら。これで倒しちゃうかしら。誰なんだろう。いや、マジで何やってんだよ。いや、ラウンドフラッシュ強いのよ。あ、なるほど。めちゃくちゃ強いな。防御ダウンしてからのラウンドフラッシュが強いんだ、うん、そういうことっすね、うん、だから本当にこのキーポイント、はい、チャドです、うん、なるほど。やめろよ。マジのキーキャラキーキャラチャドでした。チャドです。じゃあはい、これで、はい、はい、次行きましょうか。増物もやろう。増物も、増物もエルザダメを1体増物、はい、はい、行きますか。はい、さあ、はい、行きましょう。はい、はい、これは、エルザですね。増物狩り。増物狩りじゃない、腹渡な。増物狩り。増物狩り。恐ろしい。すごいな。全部腹渡り。うわ、ダメオが1体まで。あ、そうですね。ダメオ1体まで。でもこれ今全ダメオなし。全ダメオなしで。そのさ、腹渡狩りっていうのをさ、ビキニシンが真顔で言うのがさ、うわ、いた。結構くら普段から言い慣れてるの。多分言い慣れてるの。普段から腹渡飼ってんすか。腹渡狩りがいてさ、立派にこなしますよね、モントニュースの。すごいよ。確かに。あんなにバラエティーもできるし、すごいよね。うわ、要は誰が何やってるかがね、分かりにくい。アンフェア、すごいね。早くお腹を開いてみたいわ。あらら、いや怖いんだよな、エルザ。これもうエルザっていうよりもあれだね、アンフェアのこの友情の強さを見るためのクエストだね。あれ、あれ、俺もね、そう思う。アンフェアの友情の強さを。クソショだったな今の。アンフェアの友情の強さを。じゃあ当てろよ。アンフェアの友情の強さと、うん、アンフェアの足の遅さも、足の遅さも、確かに足遅いですね。すごいな、後からいっぱい来るな。これ裏序のあれだね。裏序だ。わ、剣も取りたい。でもこれダメを気をつけた方がいいか。剣意味あるんだ。あ、やるか。まあ、ちょっと下がりに。遅いぞ。ちょうどいい、ちょうどいい。いいんじゃないですか。剣がいいよ。どん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 。あー、惜しい。全然いけますね。この子もブロックある。ダメを突っ込むタイプ。ダメを突っ込む。今のどっちですか。忘れてたでしょ。兄様、兄様、カチカチじゃん。今の完全に私忘れてた。あぶね。完全に忘れてたわ。それになると大島に揚げ足を狙われる。揚げ足狩り。揚げ足狩り。エルザというか島津。島津。え、
よ。揚げ足取りの島雑魚そうだな、揚げ足取りの島砂時計取りながら三反射なんつったの、わかんない、なんか三反射1,2,3 あ、こういうのも怠らないんだ、角度というか、はいはい、3反射サイズ見てたんですよ、エリザーの今本当によ、エリザーのサイズを見てたよ、ほどそのマウントなんか悔しかっただってよ、ワテさんにあんまやらせすぎだワテさん、お手さん、お手さんお手さんごっちゃになってるじゃないですか、もうどっちが本物かなんかお手さんもちょっと楽しそうだね、お手さんに何かやらせてさ、あの淡路がお手さんをいじるのやつのファンが、うん、俺ナウピロさんだけだと思ってたけど、うん、あのだいたいあのサナパッチョさんもすげえ、確かに俺は好きファンっていうのはファンって何なんですか、お手いじりのファンっていうのお手いじりって何なの、分かった、それ何ねずっとそれだけにサナパッチさんが反応した、はい、んで終わり、危ねっ足遅いだおいおいおいそう何あのちょっとはリスク取らないといやいやいや今の忘れてた、自分が一番焦ってたくせに、はい、今の忘れてたんですか、ちなみにリスクを取ってこわよ、誰そういうふうに田沢を、田沢だ、田沢、エイちゃんだ、田沢、田沢、田沢もうレッドソックスなんだよ、矢沢みたいに痛かったんだろうと思ってはい、クリア、出ました、はい、うわ助かる、これでも結構落ちた、うん、いいね、いいね、いいっすね、ですね、はい、はい、じゃあもうせっかくですからいっちゃいますか、じゃあ白芸行きましょう、白芸行きますか、はい、僕の白芸出てますんで、はい、白芸行きたいと思います、ありがとうございます、はい、はい、せっかくなのでちょっとおまけ的な感じで、はい、白芸攻略戦、白芸もう行きましょう、しかも似て攻略をちゃんとね、似て攻略やってみる、見たいと思います、見たいな、はい、1手目大事ですよね、1手目大事なのに俺は左目が見えないっていうか今ディスク背負ってるな、でも実際のレムラムもそれでやっております、確かに、アンテア吹っ飛んで、はい、ナイス、デアー、さあこれで2手目大事、デアー、これでワンパン、ワンパン、誰、ワンパンラインおじさんがいますから、あ、ワンパンラインおじさん、おじさん、おじさん、はい、あの、うん、左の木を盾で消しながら3反射ぐらいしながらあの隙間通ってブロックの、要は2回山作ってターンターンで3反射目で上に入ってくぐらいの感じ、わかる、見えた、あの左に入ってく角度、2回山だよ、いけんのか、薄いんですよ今ね、今ね、今薄い、あの間入る、いかないよ、ここだ、え、ここからこれもう終わりです、終わりです、おしまいです、え、あとはぬるぬるっとゆっくりやってエアプースかこっちのセルだよこっちのセルだよでもなんかね、かちょっとむずいよね、やっぱね、むずいっすね、あの角度練習しないと、あれ練習してなんか目印ないんですか、ね、目印欲しいよ、ね、目印あんのかな、それをやってくれよ、目印探してくれよ、ワンパンライオンですから、いや、ワンパン、いくらでワンパンするのを計算するのか、我々ですから、我々ですから我々っつうなよ、我々ですから、それわてお手のほとんどお手にやらせてんだろうからいやいや、わかるやつやるんですけどね爆弾強い、クゲー、クゲー戦よかったな、いいよね、白芸って存在、夢とかに出てくる存在みたいなことなんですか、白芸ってどう、ああでもそうあんのかな、神話みたいな、なんかあんのかな、もともとね、モデルが白芸って映画あるもん、モデルか、白芸っていうバーもありますよいやそれは関係あるかしらねマジ、はい、みそのビルっていう大阪の、うーん、大阪なんだよ、これ誰の白芸、俺の白芸、あ、お前の白芸、俺の白芸これやっぱいろんな人の白芸に入って一丁噛みしとく、うん、一丁噛み、一丁噛みしとくと討伐数に入ってくると思うんでしょ、うん、
メダルも美味しいしな、これ美味しい、ありがたい、ダメージ与えた、はい、ありがとうございます。これはやらなきゃ、もうちょっと俺も似てワンパンをちゃんと似て攻略できるようにしよう、はい、はい、ということで、ね、コラボクエスト軽くでやってきました、うん、はい、皆さん高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ、バイバイ。